魔術師、ベルガラスは、アメリカの作家、デイビッド &D ・エディングスによって書かれたファンタジー小説。日本語訳は、早川処房文庫 FT より発行されており、その際に3冊に分割された。著者はこの作品の刊行に際し、読者へのメモと名付けられた序文にて、ベルガリアード物語及び、マロリオン物語が夫妻による共著であることを明かしている。 ベルガリアード物語、マロリオン物語は2005年から2006年にかけて再発行された作品であるが、この作品は続編にあたる、ジ魔術師ポルガラ同様、新規で発行された作品である。すべては、マロリオン物語のエピローグから始まる。地球から去った神々と新しい神エリオンドの祝福のもと、女魔術師ポルガラは双子を出産する。 彼女の出産を家の外で今か今かと待ち続け、アルダー国の丘で神々を見送ったベルガラスたちはすべてが終わった家に戻る。ベルガラスは孫のガリオンとビールを組み交わしているうちに古い開梱の念に襲われる。それは娘たちの出産に立ち会えず、事実上妻のポレドラを捨ててしまったというものだった。なだめるガリオンだったが、 ベルガラスの心の傷は思った以上に深かった。やがて、妻と生まれた我が子たちとのスキンシップを終えた、ポルガラの夫のダーニクが話の輪に加わる。長いこと繰り返されてきた光と闇の対決が終わり、今までの予言から解放された地球の未来の行方は、新しい予言が存在するのか。さらに、ダーニクとガリオンは、ベルガラスにある提案をする。 今までのことを教えてほしい武将なベルガラスは、二人の要求をことごとく拒むが、小さな村で孤児として生きてきた少年時代、フクロウ神、アルダーや兄弟との出会いと別れ、大陸の分裂、アルダーの弟子としての活躍、アルダーの玉をめぐる冒険、謎の女性ポレドラとの愛と喪失、双子の娘たちとの出会いと葛藤の日々、勇士以前から神をほふる者、 ベルガリオンの出生まで、7000年もの悠久の時を、生きた、愛される永遠なるもの、ベルガラスの波乱に満ちた人生が語られる。銀狼の花嫁魔術師の娘王座の血脈一、魔術師、ありがとうございます。